ているんです。そのシャチたちのことがどうやら気になってしまったようですね。さあトレーナーの元へと無事に戻ってくることができるでしょうか。さあここで体の向きが少し変わりました。さあどうやら皆様の目の前皆さん、ぜひぜひ当たって
飛んでいてくださいね。さあ、シャチの紹介を動画でしている際にはトレーナーのもとへと一度帰ってこられたのですが、再び遊びに行ってしまっていましたね。ちなみに今アースの体全体が映っていますが、アースの体の大きさはどのぐらいあると思いますか？実はアースは日本で飼育されているシャチの中で一番体が大きく、体長はなんと 5.9 メートルもあるんです。とっても大きな体ですよね。ちなみに体重は 3.1 トンもあるんですよ。とっても大きな体ですが、 3.1 トンがどれぐらいの重さなのかもはや想像できないですよね。ちなみにとても体が大きいと紹介していますが、アースは14歳でまだまだ成長中のシャチなんです。これからも成長がとっても楽しみですよね。さあ、そんな話をしている間にアースはまだまだ何か気になることがあったのでしょうか。ぐるっと一周して、今ようやくトレーナーの元へと帰ってくることができました。温かい拍手ありがとうございます。さあ、そしてここでトレーナーからなんとジャンプの合図が出ました。ジャンプすることができるでしょうか。左奥のプールですけど、勢いをつけて見事にジャンプが決まりました。さあ、バチンと大きな音が鳴っていましたね。実は野生のシャチたちは今のように水面に体を打ちつけるような行動が行うこともありますが、ブリーチングというんですよ。そして再びトレーナーの元へと帰ってくると、ご褒美として大好きな氷をもらっていました。皆さんお気づきでしたか？さあ、続いてはどうやら皆様の目の前のプールでジャンプをしてねという合図が出ています。ジャンプできるか分かりませんが、海水には十分にお気をつけください。皆様の目の前でジャンプです。ジャンプが決まりました。たくさんの温かい拍手ありがとうございます。さあ、皆様の目の前でようやく豪快なジャンプが決まりましたね。さあ、とっても一安心しております。そして皆様の目の前でジャンプを披露すると、たくさんの海水が飛んでいましたよね。さあ、このようにアースが皆様の目の前でジャンプを披露すると、お客様の方へと大量の海水が飛んでくる可能性があるので、濡れては困るお客様は十分にお気をつけくださいね。さあ、そして再びジャンプへと向かっています。ステージ近くにご注目ください。さあ、大きな尾びれの筋力、そして威力が伝わりましたでしょうか。とっても大きな体でしたね。さあ、そしてここで再びトレーナーが皆様の目の前のプールへと移動しようねと合図を出しました。さあ、ここで皆様の目の前のプールへと移動してきています。トレーニングに集中できているようですね。とっても体が大きい様子がよくわかると思います。ぜひ皆様見てみてくださいね。そしてトレーナーからはご褒美としてもう一度大好きな魚をもらっていました。先ほどは氷をもらっていた時もありましたが、実は他にゼリーを与えることもあるんですよ。氷やゼリーを与えることもアースにとってはご褒美の一つです。さあ、それでは続いてはアースの大きな体を見せてもらいましょう。まずは深く沈み込んで、勢いよく上陸です。バチンとポーズが決まりました。
30キロ以上と、とってもたくさんの魚を食べているんですよ。その魚は1日に6回ほどに分けて与えております。さあ、そして続いてはトレーナーから合図が出ました。さあ、大きな尾びれを使って水面を蹴ります。見事に水面を蹴ることができました。さあ、連続で蹴ることができましたね。改めて大きな尾びれの筋力、そして威力が伝わりましたでしょうか。ちなみに野生のシャチたちは今のように大きな尾びれを使って獲物を捕らえることがあるんですよ。それでは続いては、野生のシャチがどのように狩りをしているのかをご紹介します。こちらの映像をご覧ください。こちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間とともにタイミングを合わせて大きな波を起こし、氷の上で休んでいるアザラシを海へと落として食べてしまいます。このようにシャチたちは様々な狩りの技術を世界各地で発達させてきたんですね。さあ、そしてもう一度トレーニングの様子を見てみましょう。さあ、今はトレーニングを行っていましたね。ご褒美として大好きな魚をもらって、続いてのジャンプの合図が出ました。続いてアースが披露するジャンプは、体をくるっとひねらせるとっておきのスピンジャンプです。さあ、うまく決まるでしょうか。まずは深いところをしっかりと助走をつけて泳いで、プールの右側でスピンジャンプです。スピンジャンプ決まりました。たくさんの拍手ありがとうございます。大きな体も尾びれ一つの力で持ち上げ、くるっとひねらせましたね。そしてトレーナーからはご褒美として大好きな魚をもらいました。さあ、たくさんの拍手ありがとうございます。さあ、それではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。さあ、皆さんいかがでしたか。最後にアースが皆様にご挨拶をします。しっかりと潜り込んでステージにご注目ください。勢いをつけてポーズを披露です。以上をもちましてシャチの公開トレーニングを終了します。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。この後すぐにご退場されますと、エスカレーターやエレベーターホール前、中央通路などでお客様が密集する可能性があります。しばらくお待ちいただくなど、分散してのご退場にご協力ください。また南館へは左側の遊歩道からのご移動が便利です。より一層の分散退場をお願いいたします。この後大型画面において飼育係が知床、羅臼へ野生のシャチのフィールド調査に出た時の動画を上映します。そちらもどうぞお楽しみください。この後も名古屋港水族館でゆっくりお過ごしください。